どうも高井です。限定セール、損することは嫌いだから買う。もしあなたが財布から1万円札のお金をポロッと落としてなくしてしまった場合、いくらのお金を拾えば心がプラマイゼロまで持っていけるのか。2万円札のお金を拾えばプラマイゼロになります。ただし、なんで私はこんな2万円札拾って寝こばしてしまったんだろうという罪悪感、それがなければの話です。その例から見るように、人って損することが嫌いなんですよ。それはお金じゃなくても、安く物を買えるタイミング、タイムセールというものを、それに行かなかったことでも、なんであの時行かなかったんだろうって後悔しちゃう。この例が一番近いのが、ここ最近の消費増税ですよね。1週間前は特にすごかった。もう多くの人は普段よりも何倍かな、 1.1 かな、今回はおそらくね。それぐらいの人が1週間前に今行かなきゃ損って言っちゃったの。それがテレビの CM、 もしくはその企業の広告を見て、もう今行かなきゃダメだよねって思って動いちゃったはず。それにはまあ人の弱さでもあるから仕方ないよってこの本で言ってるよね。私も Amazon で普段本とかをリサーチするわけですけど、2冊で4ポイント還元、3冊で8ポイント還元、10冊以上で10ポイント還元、そういうところだったんだけど、消費増税前キャンペーンのセールだと2冊で6ポイント還元、3冊以上で8ポイント還元、10冊以上で10ポイント還元でいう、普段1冊しか買わない人が、もう1冊買えば、つまり2冊買えば6ポイント返ってくるんだったら得じゃないって思っちゃうような仕組みになってる。そう思うに、じゃあ2冊買えばいいよねって人を増やしてたなっていう。その状況を見てると、どうしても、ああなるほど、2000冊以上買わなきゃ普段は送料無料にならないよって仕組みだから、2冊買えばそういう風になるのねっていう。最近そういうキャンペーンやり始めてるから、ああうまくいってんだなーってこと思う。つまりみんなそうやって心の中を、今買わなきゃ損ですよっていうタイミング、それに踊らされている。それに気づく本でもあるので、読んでみると、もしかしたらははーんっていう新たな気づき、もしくは今までこういうことをやってたなっていう気づきが得られると思いますよ。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。